からだよ。今日からオープン。わー、え、何年目だろう。新家。うん。特大フォレッツ。はい。名前じゃないやん、これ店の。こっちやろ、こっちやろ、店の名前。ちょっと写真撮っていいですか。こんにちは。こんばんは。お客様置いて。あ、こっち行く。足が。はい、そしてソフトドリンクもあります、いっぱい。私気になります、バニラアイスが。バニラアイスバニラアイスがありますね、これ。もう、はい、説明してください。これがね、あるでしょ。そう、ここの特大骨付き鶏、まあ、特大と普通のとあるかな。新格、これでしょ。前食べたのってどっちですか。いや、どっちだろう。あ、ほらな、でも、いいね、もうすでに匂ってきてるから。そう、いい匂いがするから食べたいんですけどって思いながら多分こ、あとこれね、タコ卵っす。これが名物ですね。これが名物で、だから、そういったタコなんかな。そうだね。ね、あ、ですよね。多分、いっぱい料理はあるけど、まだ一部だ。私の気分を見て、1日限定5本。5本じゃん。すごい。じゃあ、おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。うまい。美味しい。はい、今日は小さめなんですけど。あ、小さ、これで小さめ。小さめなんです。これがちっちゃい。ちっちゃめです。十分大きい。あ、すごい。また上手に。でも特大って言ったらどうなんですか。本当ね。特大はね、もうこのお皿一杯ぐらいの感じなので。乗らないんじゃないの。いきまーす。柔らかい。マリオですね。出汁が、いい出汁が美味しい、美味しい。これも私も食べようかな。いただきます。うん、あ、なんかリーチャ食べてた。美味しそう。美味しい。美味しそう。美味しい、出汁がね。まあ、すごい出汁。これ全部手作りなんでしょうね。もう出汁も全部手作り。ここちょっと来た、来た、来た、来た。これが例のタコ卵っす。卵す、はい、タコの頭の中にうずらの卵が入ってます。じゃあちょっと半分かじでいい。そう、半分かじで。あ、卵出ました。卵入ってます。珍しい。すごい。これ下から入れるんですか。あ、ちょっとテールさん、オーナーが来ました。あ、オーナー、あ、こちらで。オーナーちょっとオーナーに聞きましょうよ。もう、はい、ちょっと、はい、紹介しますね。シャイのオーナーなんで。シャイのオーナー。シンさんです。あ、シンさんです。よろしくお願いします。え、なんでこういうアイデアに至ったんですか。なんか、まあ、いろんな。これは、京都にあるんですよね。あ、薄木市場って。おー、で、有名なアイデア。まあ、ね、なかなか京都に売り切れみたいで、タコが入らないらしくて。そうなんですか。あ、このスタ、このスタイルがってことですか。そうですね。多分うちだけじゃないかな。あ、なかなか、うん、すごい。がっつり言ってください。あ、これ一気に言いますか。がっつり言ってくれた方が多分絵的にはすごい、はい、いいと思うので。口に入るかな。口ちっちゃいんですけど、いきますよ。めっちゃ美味しそうに見える。美味しそう。美味しいんだけど。ビールで言うと小鉢、日替わりで。ちょっとそれをお好きなものを言っていただいて、全部ちょっとずつとかね。だいたい値段とか。500円ですよね。小鉢で500円。あ、一つ一つ。はい。あさみさんで。こっちの方がおしゃれかな。素晴らしい。隠れ家みたいな感じですね。いきますよ。美味しい。生姜、あ、
生姜の大根おろし、このなんか上に乗ったの大根おろし、おいしい、おいしい、ごま油入ってるけどさ、ベタベタしてなくない、これもしかして一回茹でてるんですか、おいしい、あ、ですです、すごい、じゃないとごま油がベタベタしちゃう、うんうん、確かに、うん、結構手間がかかってますね、うん、愛がいっぱいですね、1時間半ぐらいの間にどんだけ何品できるか、すごいもうちょっと作りたかったんだけど、とりあえず土鍋も揃えなきゃ、じゃあちょっといくよ、はい、ちっちゃくて、はい、ちっちゃくて、まあ大きいのでもいいですけど、初めてですけどトサカいただきます、はい、コリコリしてるよ、ああでもやっぱりあそこ食べてんのかと思ったらちょっと美味しい、じゃあ僕もちょっと臭くない、ちょっとなんか香ばしい、うん、なんかねいい感じの塩加減、鶏皮みたいな匂いがします、かわいいな、よく見たらこれですよね、手見ちょっといただきます、しんのすけ、しんのすけ、うん、めっちゃいい音してる、うんね、あのあ、すごい、一口でいった、うん、結構噛んでる、豚骨みたいな、豚骨じゃない、あの豚足みたいな豚骨で豚骨すげーる、はいはいはい、これが特製スパイスカレーですね、ですよね、はい、はい、ちょっと人参もらっていいですか、めっちゃお皿がいる、ではちょっとカレー特製スパイスカレー、いやちょっといい香りが、はい、何か探しましたか、これいや多分肉いったチキンいきましょう、チキン骨付きいきましょう、またいや私ね、あ、もう一個ある。じゃあ、そうですね。やっぱメインというかね、具の王様的なの言ってもらわないとちょっと、はい。宝石箱ですね。ちょっとじゃあ、これはスプーンで身が剥がれます。そうなんですよね。すごい柔らかい。ほら、見えますか？こだわりの。ちょっとその爪でまたこうか。すごいこんなに柔らかくほろっと取れます、ね。持たなくても。いただきますよ。食べ過ぎた、このカレーすごい、まあ、熱いかもしれない、あのいろんなスパイスが入ってる、甘みがある気がするんですけど、最初甘くて、うん、後からピリッと、うん、でもあれですか、今後やっぱその、まあ、目の前のお店とかじゃないですけど、あの注文みたいな予定してですか、出前ですかね、出前は、まあ、そのうち、あ、そうですよ、まだ様子見ですよね、需要があればっていうことですよね、まあ、お知り合いのお店とか、もともと目の前のお店でその出してたっていうことですか、あ、もうがっつり出してて、でそれだったらやっぱ上なんで、なかなかやっぱ人の一般というかね、あれどこにあるんだろう、じゃあ1階にやるかっていうことですよね、いやいいね、まだこんな早い時間なのでね、そうですね飲んじゃってるよ、ごめんね、飲んでないので、あ、大丈夫です、大丈夫です、今日は美味しかったです、ありがとうございました、はい、ここのお店の名前をちょっともう一度お願いします、はい、ここは、鳥とタコ、はい、鳥とタコさんでした、じゃあオーナーのシンさんです、はい、今日オープンですからバタバタしましたけど、なんとかコロナに負けず、はい、みんなでやっていこうと思いますので、はい、よかったらいらっしゃいください。お時間は何時からですか？あ、はい、5時から一応2時ぐらいまでは、はい、日曜日は、今日は一応日曜日で、はい、はい、はい、ぜひお越しください、はい、お願いしますこの動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました、お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。